長いね。レギュラー。レギュラー。おう。レギュラーか。この後サイコロで決めんのか。やめてよ、12とか。絶対無理。11回。はい、お願いします。はい、わかりました。あれですか、あの、バンバンクロスでシーツ盛ればいきます。無理ですよ、入ってないでしょ。続いて私。はい。いやー、長いっす。 ETRT。 ETRT。 お、6回。まあ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 、許容範囲かな。許容範囲、うん、ですか。レギュラー11回しんどいですね、お互い。まあ、そこそこ前回が楽でしたからね。そうですね。ガメラでレギュラー揃えるのはダメなんですよね。それもありますか、そういえば。一応そう、2回ビッグ引けばですよね、終われる感じですけど、あれをレギュラーボーナスと呼ぶのか、うん、呼ぶのかどうか、うん、いやー、ガメさんが毎回振ってますもんね、ここのとこね。そうですね。強いよ。なん、バイマンとか6000オールとかばっかり上がりますもんね。そうですね。たまたま売るの。この番組、いや、まあ、浦さんはまあね、展望状況的に、まあ、あってもなってもでしたけど、浦さん、この番組だけで多分、ガレさんの2、3回見てますよ、俺。そうですね。強え。強えよ。じゃあ。今回はこういうつまりで、はい、はい、実践もやっていきたいと思います。はい、頑張ります。はい。私レギュラー11回合ってます？合ってますよね。11回ってさ、もう機種は一択しかないんですよ。ただ寝台で入ったばっかりで1台あるんですけど、空いてるかどうかってところですね。ピラミッドアイか、まあ、ガメラでバー6回揃える、あ、5回か、あ、11回か。揃える。だからビッグ2回引くか、まあこれしか勝ち数字がないので、ガリさんがね、ガメラのバー6回揃えるのはいいって言ってくれたんで、ガメラは1台だけなんですけど空いてましたね。あ、ピラメッドアイ埋まってる。あら、そうか、じゃあもう一択しかないんだ僕。さっさ取らないと取れなくなっちゃった。いや、ただね、僕ね、問題があるんですよ。あ、幸い130回ってるからガメラにしようかと思いますけど、1個問題があってね、ガメラ打つほど金持ってないっすよ多分、うん、3万円しかないんですよね。でもまあこうします。まああとはね、まあ新花火とかになってきちゃうんでしょうけど、レギュラー引きやすいといえば一応サンダーなんかもね、比較的引きやすいですけど、でもまあサンダーも高設定なら引けるんですけどね、低設定であればまあ新花とかでもいいのかなっていう気はしますし、あとはジャグラーですか。もうでもなんかやっぱ未来も考えますよね。ジャグラーで馬券まみれになってる時点でなんかもうその日俺泣いてないって思うとねちょっとそんなことも考えちゃったりしますけども、あとはクレアね、クレアも軽め、アイムも結構カウントされてる方が多いですね。ということはひょっとしたら日常的に使っている、そう考えるとアイムもワンチャンいいのかな。さすがにでもガリさんに聞いたら、ガメラで通常時からバー揃えて1回ってのはダメらしいんでそれはダメらしいんで、そうするとそれがもし可能だったら僕あのノーリスクで、ま、ほぼ負けなく、勝ちもないけど終われるんだなと思ったんですけど、時間かかるけど、いやー、おっかないけど寝台なんですよ、ピカピカの。実は一番の寝台なんです、ガメラこの1台だから。やってみるか、勇気を出してやってみます。ガメラ3万円勝負。はい、私は ATRT を6回ということで、当然ノーマルの島には入れないわけですよ。で、この辺か、窓か前後編もまあ軽いけど平均300として1800ゲームでしょ。モンキーもね、設定入ってれば軽いけど、入ってないと一番上まで連れてかれたら
しんどい。それしかもそれを6回ですよね。ART、だから軽い AT、ART。軽い ART を探していかなきゃいけないわけですよ。やっぱりこれじゃない？だって200ゲームごとにチャンスゾーンが来て ART に入る機会があるわけでしょ。これだよ多分。一番一応他にも見よう。一応他にも見よう。あ、一個思いついた。マドカ新編で1ゲーム回すっていう手もあるんだけど、エウレカでコンパクトカウントチャンスやる手もあるか。そしたら1個もらえますよね。でもな、コンパクトカウントチャンスから直で ART につなげるのも、しかもエウレカのビッグやレギュラーって一応 ART だけど、あれはビッグやレギュラーとして換算されちゃうのかな。やっぱりだとしたらダメだわ。でもね、私ね、日暮らしね、一回目押し迷子になってから打ってないんですよね、恐怖症で。でも今ついに再び退治する日が来るの。やるかしたら、どうしよう。確率のいい台を打ってみます。あー怖い、怖いよー。恐怖症の日暮らし行きます。もうね、何ヶ月打ってないかな。3ヶ月ぐらい打ってないですね。だからね、目押し迷子に1回なってからね、怖くなっちゃって。あ、でも ATRT に6回入れるってなったら多分これが一番早いと思われる。200ゲームに1回そのチャンスがやってくるわけだから。しかもそれがつだらなる可能性はあるでしょう。なんだったら U 引いちゃえば一気に3ついけるわけでしょう。そもそもビッグ引いちゃえば1個 LT もらえるわけですからね、日暮らしは。だから最低でもビッグ6回引けばもう勝ちですよ。もう仕方忘れた。右リールにオレンジですよね。でこれの場合は左上段にバーだったっけ。三撃フラッシュ。当たってるじゃん、ほら。白なんだっけ、もう覚えてないわ、久しぶりすぎて。白頭の親白以外だよ。だから左上段に白7並び立って、右の中下段に赤7。はい、おビッグじゃん、ラッキー。26ゲーム、これで ART1 個もらいました。投資2000円、日暮らしボーナス。でどうやるんだっけ、右上段が青でしたっけ。うん、あと10押し。外れなし。これは3枚減っていくごとに、リクチャー外れが出た証なんだけど、3枚外れが出れば出るほど高設定の可能性が高くなるとかね、説明してる場合じゃないんですよ。今日は早く ART6 回を引いて帰るという使命があるんですよ。でも参ったのは、まだ私迷子が解消されてないっぽいんだけど。え、白をこの辺に押したらダメなの？
どの辺？いけた。これで1回19ゲーム。この辺やんだ。また迷子になって、やだ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 。どこに押せばいいの？じゃあ上段も上段に押す。上段上段じゃんもう。ハズレは共通ベールに設定差があって高設定ほど出やすいんだけど、今のところどっちもゼロですね。ハズレもないのでハズレ。あ、一枚役。これは白でしたっけ。セーフ。あ、また一枚役。当たっちまえ当たっちまえ。白でしたっけ。当たんじゃないこれ。またレインボーなんじゃこれ。ビビビビンっつってなんない。ベルダビ。ああ、終わった。終わってもらった。あと5回。はい、というわけで私バスロカメラ、打っていきたいと思います。130ゲーム回ってるんで、朝一リセット買ったからわかんないですけど、一応寝台なんで、まあ、かかってたんじゃなかろうかというところでございます。でガーリさんが3つ隣で日暮らし打つんで、まあ見れるっていうのもいいところですね。ビッグ2回でかつ、1回はジャックを乗せなきゃいけないね。まあそれはさすがに大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、なかなか2連続で5ジャックで終わることもないんで、11って数字はまあちょうどよかったのかなっていう感じはしますけどね。これがもし12だったらまあまあプレッシャーでしたけどね。1回5ジャックで終わらすだけでピンチなんで。お、第3ジェットバルゴン、ワンチャンある。おお、右だ。勝てばビッグ。でも攻撃弱えな。夜だ。継続しちゃうじゃん。せっかく攻撃してるのに。間違って死んでくれよ。あー、バトル目。あーだよねー。あー、これ勝ったら一気に分かんなくなったのに。カメラね、もう一個良くないところはね、ビッグ中の消化が長いんで、そこもねちょっと、手間取るところがね、まあ良くないんですけど、とりあえず広角上げようよ。でなんかちょっとだけ数字が追加されてんだけど、連広角が激強みたいなね。チリ2連、ギロ2連以上で、起こる広角、内部広角、最低何ゲームか、30ゲームかな、20ゲームだったかな。で、まあ、バトル可能性役引くともうかなりの率で当たる。もうなんか当たってんじゃん。なんであんな早いのビッグ、おかしくない？ちょっとあんまお金使う前にあの終わっていただいてもいいんだけど。だからあの数字を見たら、あのチェリーやギロンの地芸がより一層こう熱く打てますよね。まあ、あの一応そんなにたくさんカメラ打ってないですけど、それでも連広角は何度も何度も経験あるので、一応ねチェリーに入れもギロンに入れもしなかないんでね。うお、チェリーの地芸っすよ。いやー、チェリーバトルだって。あ、第3で歩いてる、激アツ。
でも激熱って俺でもないな。大変、まあ早きゃ早いほど暑いんで。でも第3で歩いてるんでちょっと暑いですよ。カメラ議論、議論なら勝てる。うわ右だ、頼む勝ってくれ。攻撃弱いけど、お大丈夫、これ夜になったから、ここは耐える。お願いします、お願いします、お願いします、やばい、お願いしますって、なんでよ、復活してください。あー痛い、痛い、すごく痛い。でもガメラが、右ガメラが2連したんで、2連続なんでいるかもしんないよ。フラッシュしたけど、フラッシュしたけど、このタイミングで、当たってる。赤頭の赤、左赤棚上段ビタ押しで、右中下段に青棚。はい、はい、よっしゃー、2回目 ERT89 ゲーム2回目の、日暮らしボーナスにより、最低1回 ERT がついてきます。これは設定はちょっと残念だな、多分。まあでも ART もう一個もらえます。いいよ、このナビいっぱい貯めればね、もう一個もらえるから。今黙って羽生モードなので ART ついてくるから2回目の ART はもらえるんだけど、このパーセントをいっぱい貯めればさらにもう一個1枚役。はい、メーターが上がんなかったらボーナス確定。上がっちゃった。ほぼ上段に押してんだけどな。これで2回目の ART、 あと4回です。24ゲーム ART 順調。150ゲームほど打ちましたかね。全然回ってねえな。3枚ギャオスダメなのかな。まあ設定にね、期待して打つものでもないとは思いますけど、まあ一応寝台ピカピカだからワンチャンないかなって思ったりもしてましたけど、どうでしょうね。本当にね、いつっても思うけど静かに大だよね。特にこうね、一から説明するんでもない限り喋ることないもんね。本当にアリさんまだなんかもうビッグ2回目いてんだけど、本当にきついなあの人。高設定を打たないガリさんは引きが強い、これありますね。そういうことは高設定打たない方が勝てんじゃないのか。これで2回 ART 入るから、最低ね、ビッグ2回だからね、ガリさんがね、3分の1ぐらい終わったってことになるね。
まあこれはまあもういくらガメラでビッグバッと今当たろうとも勝てないね多分ね。さすがにちょっと今回はお題に差がありすぎましたね。ガメラでいいって言ってもらってもきついぐらいだもんな。ピラミッドアイでもきつかったと思うんで正直。ピラミッドアイだと BR がまあ1対6対4ぐらいだっけ忘れちゃいましたけど、まあ、仮に1対1だとしてで引けたとしても、それなら1時間ぐらいで終われる可能性もあったわけだね。ピラミッドアイなら開いてないは厳しいよね。昨日も6の7だからまあまあ当たってんだよな。6の7ってめちゃくちゃ当たってんじゃん。2000ゲームで6の7でしょ。ワンチャン高設定だった可能性あるよね。ていうかむしろ可能性高いよね。じゃあ今日は下げか。まあでも逆に言えばそのね上を使う意思みたいのがあるんであれば全然可能性はあるけどね。バトル起きねえかな。バトルさえ起きればいつでも勝てる可能性が、おーっつやっぱいつでも勝てる可能性が、おーっつマジか、当ててー、すげー熱い。右から行ったら一殺か、左から行くか。いや当たったか。おい右にいてくれ、右にいてくれ。やったう議論引いた。あーならえ議論チェリス引いた。それは知っている。やりましたー。いやーこれは嬉しいわ。さあ行こう。一個でも乗せとけば次ビッグ引くだけになるんで。投資1万円ですね。404ゲームだから274ゲーム。おっ超珍しいレインボーナビ。これ勝つんだわ。なんでポイント溜まったんだろうな、分からんけど。でこれで6セットまで行くのでジャックがあとビッグ1回引くだけでいいってことになりました。ナビコサクッと終わらせて、サクッと終わんないで長く続いてくれて嬉しいけど。ジャイが変わらずですね。あ、バトル目引いた今ね。でもびっくりマークも出なかったから何も起きてないかもしれない。何の時びっくりマークが出るのか分かんないけど、に重ねております。もうだいぶね、迷子が解消されてきた。多分これ上段に押せば、ほぼ上段に押せばいけるんですよ。ほら、60%。これでもう一発入れたい。もう一発入れたい。もう一発入れたい。
ベルナビ、ベルベルベル、中段ベル、うわー、セーフ。中段ベル、中段ベル、中段ベル、うわー、終わったー。終わってもうた。これでやる手あと4回、1回のビッグで1回しか、1回ずつしかやる手拾えてない、もったいない。えビッグ引いてるじゃん。このバトルの展開はとてもじゃないけどこのジャイガーには勝ってないですね。バルゴンか、バルゴンだね。ジャイガーとバルゴンのね区別が俺いつもよく分かんなくなるんだよね。議論ならワンちゃん。やばい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 。俺らあれだよ、ジャック中にビッグの1ゲームで引けばいいんだよ。1巻しか行ったことないけど、そしたらもう終わりじゃん。それでそれが出たらさすがにすごすぎるな。カットインすら出ないですからね。もう1回、もう1回欲しい。よし、ここは勝っとこう。まあ勝っても勝たなくてもか、早く終わった方がいいような気もするしね、ビッグは。いや勝っとこう、勝ってほしい。いやこれまずくない？あーよかった。あーダメだった、痛いよ。いや痛えな。1ジャック無駄にしたというか1ジャック遅くなった感じ。あーやばい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 、やばいぞ。いやまずいか、大丈夫か、2連続外したら痛いぞさすがに。おこれ熱いよ。カメラ攻撃しようとしてないでしょまだ。そのこれがチャンスアップなんで、これが出てるとまあ勝ってる可能性がやっぱアップしますね。地味なんだけどね。あまた出た、でも弱えな攻撃が。お、また出た、ドーン。おお、これは熱い。ああこれいったべ、よかったよかった、助かった。さあまあこことその次でまあ終わりかなーっていう感じはしますけど、運が良くない限りは。でもこのビッグ中にねリーチメットが引いちゃうで、ジャック1個もらうぐらいなら外で引きたいからね。うん、まあこれ終わりでしょう。500枚ちょいか。さあこれで一応可能性としてはまだ分かんないことが言いましたよ。すぐビッグ1回ねリーチメイクとかで引けるかもしれないから。さあ行きましょう。さっきの後ろにあのジャイガーだかバルゴンだか、あっ、リーチ名役です。うーでもカメラ左なんすよ。もらいました。これで1回 ERT が保証されるから5回目の ERT あと1回ですよ。
あ、確定額だ。波を掴んで勝利を勝ち取れ、データロボサイト7。話をしましょう。そうですね、収録中の終日稼働がちょっともういい加減限界かもしれないですね。普段稼働してる分には全然打てるんですけど、喋、りながら対応しながらってなるともう、そうですね、日が暮れる頃にはちょっとめまいしてくるんですよ。僕普段からもう終日稼働嫌ですけどね。まあでもね、続けていくんでしょ。やっぱもうそこそこ寿命が短いんだろうなっていうのはもうちょっと見えてきたところはありますね。そのなんていうんでしょう、今のスタイルのままやこう人前に出てる寿命っていうんですか。アリさんほら僕と違ってあのしょうもない話しないからさ。しょうもない話、どういうことですか。え、僕雑談しとる。いやでもちょいちょいしてますよ雑談も、あ、そうです、好きな子のタイプとか。そんな話してんだ。なんかそういうキャラクターじゃないからなんかカットされちゃいますけど、あとね、ちゃんと打たなきゃってしすぎなところが疲労を増してるかもしれない。なんだよこのホール設定ねえなって思ったりもするでしょ。ノーコメントで。するでしょ。その時にね、それをとりあえずどうせ使われねえから言っとけばいい。ああ、なるほど。ストレス軽くなるんじゃないですか。使われてもいいし。そういうことか。そうか。ただまああるのは、実際使ってるけど見えない形になってる時はね、ありますからね。その辺は難しいんですけど。精神面の疲労っていうのもあるのか。滋養競争の栄養剤をがよとよく飲むようになりましたね。ああ、効くんすかああいうの。効いてるかどうかは分かんないんですよね。その飲んだ日と飲まない日で比べたことがまだないので。なるほどね。ずっと飲んじゃってるので。なんかもう滋養競争のドリンクとかってカロリー高そうじゃない。ね。それで飲みたくない。なので自分たちの錠剤のやつを飲んでますね。酒の方がいい。そう、酒はダメですか。え、酒が一番ですよ。まあね、元気にはなるけど。この前ヒゲさんと飲んで、朝起きたらホテルで寝てたんだけど、全然記憶なくて、しかもフルチンだったんですよね。私、フルチンで寝たのなんて生涯で初めてだったから。フルチンっていう言葉がね。もうね、びっくりした。別に全裸とかでいいじゃないですか。フルチン、いや、それが記憶がないのが怖くないですか。あ、僕いつもそうだからな、ホテル。あ、そうなんだ。ただ普段こう打ってる時は楽しいのに、収録でやっぱりするって時は全然楽しくないですよね。それはある。どういうとこなんでしょうね。店が決められてるからですか。店移動の選択肢を奪われてるから。なんだろう、立ち回るってことが嫌いだからですかね。状況を見てどうこうしてとかっていうのがなんかもうパスロー打つこととしてナンセンスだと思ってるからかもしれない。だから面白くない。もう座ったらこう設定がいいんだけどって思うじゃないですか。でもまあでもそれをやるために日々調べるわけですからね。どの店でどの台を打てばいいかっていうのを。最近私、何のこう設定 6打てますってなったら何打ちたいですかって最近質問があって、最近は2度あったんだけど迷わずガメラって言ってますね。ガメラ負けるじゃん。いや、体験してみたい。ああ、僕2回打ったことありますよ。え、6でしょ。そう、どんな挙動になるんですか。やっぱり化けが走るんですか。
まあ走りました。うん、でも別に何も当たらないときは当たらないと思うんですけど、あれの感じだったらなんか一応データ集めたら見たら化けが走んない6も結構あるっていう、うん、隣も6でしたけど、はい、あの両方走ってましたね。うん、で走ることが多いみたいな感じなのかな。そうですね。あと他の特徴とかないですか。やっぱりギャオスがいっぱい出る。なんか絵がいっぱい出ますね、化け中に。あ絵がよく出んなと思って見てました。だってまあ実質3回に1回何かしらが出るじゃないですか、まあ、設定差がそんなに大きくない部分も含めて、はいはいはい、うん、3回に1回は何か出るんで、ロックでレギュラーの回数が多いから、うんうんうん、いっぱい出てるみたいに感じるんですよ、ね、なるほど、うん、そうか。じゃあ逆に言えばデフォのやつばっかり出てくるとピンチってことか。デフォ、ああそうです、ね、まあそうなのかなと思っちゃいますよね。うん、ただまあピンチな台打ってる時ってなんて言うのかな、そこまで、うん、レギュラーも引けてない時が多いじゃないですか、うんうんうん、だからこうそのバランスなんとも言えないですけど、でもあの収録でね、このホール、まあ、まず設定入んねえよなって時あるじゃないですか、はい、でそういう時に、まあ、じゃあちょっとガメラ打ってみますみたいな流れになって、うん、でガメラ打ち出したら速攻でまあバトル系から2回ぐらい当たるとするじゃないですか、うんうん、ラッキーって思いますよね、打つ理由になるから、うん、ああ、はい、どうせあると思ってないんですよ心の中ではそれもえなんかもう建前みたいな感じになってますね。そうそう、それがあれじゃないですか、仕事上のラッキーみたいな。あ、なるほど。ところ、うん、まあ、ほらここはあの有料会員パートだから裏の裏をね、仕事の裏の裏を話したい初めっから絶対ないよこんなホールとか、やりたくねえなここでっていうのは山ほどあるんでありますけどね、うん、でそういう時にあのバトル目から2回当たると、うん、2回とか当たってくれるとマジラッキーと思う。打つ理由になると、え、打つ理由になるっていうか、あのあバトル目から2回当たったんだそれやるよなっていう展開になってくれた方がいいじゃないですか、うん、その番組でやる立ち回りっていうのは普段のリアルとあまりにもかけ離れてるから、なんて言えばいいのかな、結局そういうなんか立ち回るっていうよりも、うん、番組を成り立たせることしか考えなくなってきますよね。そうですね。そうそう、だから僕あのやってはいますけどあんまり好きじゃないですもんね、立ち回りの番組。撮れたかのためにっていう時もありますからね。そうそうそう、ガチ系の番組ってあくまでガチ系なんだよな。そうでありエンタメなんですよね、うん、でも視聴者さんの中でやっぱりね、番組だから勝ててるんだって、こう収録やってるから甘くしてもらってるんだっていうふうに考えちゃう人もいるみたいですけどね、うんうん、でしかもガリさん大体高い手作るしね、僕と違って。いやそんなことないですよあんま安いの見たことないですよ、ロマンがね。そうそう、ジャグラーしか打たないくせに打たれくせにってすっごい悪いなそういう人多いですよね。だからその麻雀は例えばそのすごいプロの方で上手くても、はい、あのスロット立ち回りみたいになるとなんかすごい遊び打ってるみたいな。ああ、そうですね、とあるでしょ。多い多い、うん、僕どっちかって言ったら一貫してると思うんですよ、うん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 、安い、こっちも安いし向こうも安いみたいな。多分どっちも真剣に向き合ってるからじゃないですか。真剣っていうかちゃんとやんないと面白くないじゃないですか。うん、長いね。レギュラー、レギュラーお、レギュラーか、あとサイコロで決めるのか。やめてよ、12とか絶対無理。11回、はい、お願いします。はい、分かりました。あれです、あのバンバンクロスでシーツ盛ればいきます。無理ですよ、そんなの入ってないでしょ続いて私、はい、いやー長いっすね。ATRT ATRT
お。6回。まあ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 許容範囲かな。許容範囲。うん。ですか。レギュラー11回。しんどいですね。お互い、まあ、そこそこ。前回が楽でしたからね。そうですね。ガメラでレギュラー揃えるのはダメなんですよね。それもありますか、そういえば。一応。そう。2回ビッグ引けば。ですよね。終われる感じですけど。あれをレギュラーボーナスと呼ぶのか。呼ぶのかどうか。うん、いやガリさんが毎回振ってますもんね、ここのとこね。そうですね。強いよ。なん倍満とか6000オールとかばっかり上がりますもんね。そうですね。たまたまこの番組、いや、まあ、浦さんはまあね、展望状況的に、まあ、あってもなくてもでしたけど、浦さん、この番組だけで多分、ガリさんの2、3回見てますよ、俺。そうですね。強え。強えよ。じゃあ。今回はこういう決まりで、はい、はい、実践の方へ行っていきたいと思います。はい、頑張ります。はい。レギュラーおうレギュラーか、ふわっとサイコロで決めんのか、やめてよ、12とか絶対無理、11回。お願いします。はい、わかりました。長いっすね。 ATRT おまあ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 許容範囲かな。許容範囲。うん。三撃フラッシュ。当たってるじゃん。ほら。白？なんだっけ、もう覚えてないわ、久しぶりすぎて。右の中下段に赤だな。はい。おビッグじゃん。ラッキー。26ゲームこれでやれて1個もらいました。でも参ったな、また私もまだ私迷子が解消されてないっぽいんだけど、ほぼ冗談に押してんだけどな。これで2回目の ART、 あと4回です。24ゲーム ART 順調。お願いします、お願いします、お願いします、やばい、お願いしますって、なんでよ、復活してください。あー、痛い、すごく痛い。当たったか。おい、右にいてくれ、右にいてくれ、やった。議論引いた。ああ、なら。おお。超珍しい。さあ行きましょう。まあとりあえず勝てる可能性、ガリさんに勝てる可能性を残せただけでも良かったですよね。この条件で。あとはリーチ脈を引くんだ。
右左中段ギャオス、そういうこと。なるほど。でもつい見ちゃうんだよね、ひょっとしたらと思うからね。ひょっとしたらも何もないけど、大体でもたまーにあるからさ。こっちの右中段ガメラからの一枚役はやっぱりあの当選率は相当低いんで、まああれですね、ガメラ揃いの一枚役ですね。これね、こっちは一枚やっぱあのこっからの一枚じゃないと、たまね、それでも抽選はしてるからまれに当たったりするわけですよ。その辺の可能性も出てましたね。これはバトリック可能性名ね、いかなかったですけどね。確率もね出てましたね、モードごとにね。こっちだとガメラ揃い系だと 0.何パしかないとね、まあしょっちゅう立つんで、まあ、0.何パでもあるだけいいんですけど。まだバトリックあれ、あそうだよ、しばらくは行かないから、だからリーチ迷惑を引くんだよ。一応ねフラッシュは全部でかいんだよな、だから一応偶数挙動、まあ当然偶数1よりも2の方がボーナス確率が良くて ART に入りやすい、イコール ART6 回のミッションをクリアしやすい。そうなんですよ、今日はだから出玉じゃないから、出玉勝負じゃないから設定よりもね ART なんですよ。つまり普段はそこまで気にしてない U が引けると一気に3つでしょう。あーでも U を引くためには RT 中 ART 中ボーナス引かなきゃいけない。 ART 中ボーナスは設定高い方が引きやすい、やっぱ設定が求められるのか。フラッシュが毎回でかいんですよ、偶数じゃない。ここから50だから74、70、80ぐらい、あと35ゲームぐらいでまたチャンスゾーンが、その3チャンスゾーンを通せば3回目の ART。 枝玉が飲まれそう、もうすぐチャンスゾーンのはずなんだけどな。あと10ゲームぐらいじゃない？あ、そっか、連絡するまでの数ゲームがあったか。あったあったあった。はい、このチャンスゾーンを取れば3回目の ART です。取りたい、 80% あるし。ベルベルベル、中段ベル、いやー中段ベル、うわー、え、よし、怖っ。中段ベル、いやー買わせてます。 90% あるからさすがに入るでしょ。よっしゃー、冗談気味、ほぼ冗談でしたっけ。301ゲーム本日3回目の ART。 よっしゃー、あと3回ですね。つまりここでボーナス引いて U 引けばもう勝ちですよ。よし、これで U 取ろう。
らえました。ここで確定した時点でもユーは出てこないんですよね確か。どれで取ったのかな、1枚かな、やっぱりスイカかな、押せばわかるか、取られた時に。共通ベルは一応2回。よっしゃー、350ゲーム本日3回目の日暮らしボーナス1万円ですね。これで4回目の ERT も決まったってことですね。これの目押しも大事ですよね。これ貯めれば貯めるほど ERT が1個近づくわけだから。っていうか日暮らしボーナス中外れないなこれ。はい、160枚。かけら階層行きたい。かけら階層行けばワンチャンもうこれで終わりまであるんじゃない。あー、白上段。あーもう23ゲーム ERT4 回目の ERT あと2回です。いや、あの位置でもダメなの、完全に上段なの。もうここも入れたい。ベル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 リップベルリップ、しびれるな。ベルリップベルリップ、かーごたー。ラスト2回、当たっちまえ当たっちまえ当たっちまえ、フラッシュフラッシュ、よっしゃ当たっちまえ、当たっちまった、よっしゃー。白頭のどちら、よっしゃー、これであと1回だわ。66ゲーム、1回外れた。これで1回 ERT が保証されるから5回目の ERT あと1回ですよ。1回自力で引ければ。いやでも怒りか、
じゃあチェリーか。チェリーからのリーチ目でもいいよ。ないね。ガチチェリーでした。今のがリーチ目役だったらね、熱かったけどね。まあそこまで熱くないですけど、あの役は、あの役とかあの演出したよ。さっきの後ろにあのジャイガーだかバルゴンだか、あっ、リーチ目役です。うー、でもカメラ左なんすよ。これビッグだったら勝てるよ。頼む。やべえな。あー、まだセーフ。外れ。よっしゃ。あとは消化してる間にガリさんがクリアしなければ勝ちですね。奇跡の引きでございます。ただここの消化長いんで、その間にガリさんがちょっとバーってある程度連チャンするこの可能性もあるんで。でもこれで78回ですね、これでね。うわ、何何これ、勝ってんじゃんこれ、明らかに。びっくりしたな今の。あ、リプレイで書いて出た、なんか勝ってるね。まあ夜だしね。最弱揃えれば一応レギュラー11回、まあ、若干上げ足気味ですけども、ガリさんの優しさがこう招いたよ。ガリさん、乗ればラッキーだなぐらいですね。でこれで一応終わりましたね。はい、レギュラー、11回。まあ、正直次回はまあレギュラーの回数を持ち越しを確保してたんですけど、まあ、それもなんとかね、今回の勝ちだけじゃなくてそれも達成できたんで良かったです。赤鳴の気前がいいよね。三枚役がいっぱい立ってるところだからね、上段ギャオスが。こう設定なのかな。ラッキー、もう一個乗った。
もう1回ぐらいいけるかな、ひょっとしたら。いやー、まさかあんなビッグシュートがすぐリッチメイク引くと思わなかった。右段ガメラのリーチ迷惑だったらガンビッグ確定なんだけどね。もう一回だけ勝手に来てくれればワンチャンあるんだけどな。ヒュージャックもまあ議論も勝てない相手ではない。4回もビッグ引いてたけど、ガーリさん強すぎんだろ俺が言うんだって味がしいけどじゃあ向こうの消化の方が先だったらガーリさんの方が先変えれる感じじゃない、下手しちゃう。いやー、もう1回カットきたかったな。厳しいかな。最後だけめっちゃ弱い。さあ、はい、というわけで650枚でございます。じゃあガリさん、お先に失礼しますよ。1回目か6回目ぐらいいってんじゃないのかなって感じなんで、ギリギリ勝ちだと思うんですけど、終了させていただきたいと思います。ビッグ5即やめできるのもガメラのいいとこですね。はい、嘘でしょあ、何これすいませんいや、今回はまあ僕引き強かったですけど、何、あのレギュラーでもいいって言っていただいたルールに助けられましたマジか、すげえな私もこれ紹介したあと1回だったんですよ。はい、ね、そのぐらい、いや、十分強いですけどね、はい、だいぶ、ね、だいぶ強いです、だいぶ強いですよ。すいません、お先に失礼いたします。お疲れ様です。マジか、いや悔しい。あと1回じゃん。冗談冗談、ちゃんと白布の冗談に押そう。うん、中段に押さなきゃいけないという意識を捨ててしまえば大丈夫。というわけで ERT50 なんですが、あと1回で終了なんですが、先を越されてしまいました。悔しい。あ、そうか、宿題になるとあれだから一応もう1回取っといた方がいいってことですよね。取っとくか。しかも ART って言われたらね、 ART を宿題にされると次 ART ある機種限定になっちゃうから宿題には残せないわ。30% じゃきついか。でも今中段にベルサイ止まってしまえばもう宿題なしですよ。私も達成なんで。ベルベルベル、中段ベルベル、もう一緒やっていいですかすいません。280ゲームまで。一枚役、一枚役、当たっちまえ、当たっちまえ、フラッシュフラッシュフラッシュ、しない、当たったんだね。うまいフラッシュしたでもこれ当たろう、これ当たっで、ビッグ引いて ART 引いて終わろう、終わろう、終わったー。でもレギュラーだったら分かんない、レギュラーだったら分かんない。
右下段に中下段に青を押して白が降ってきたら終わり、終わらない。117ゲーム、富竹ボーナス。斜めに揃っちゃえば、バーが揃っちゃえばもう勝ちですよ。これ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 、揃っちゃえ揃っちゃえ、揃っちゃって、うわー、揃ってくれない。それはしんどいぜ。これは無理だよ。ベル引いちゃい、中段ベル、中段ベルリップ、いやお願い、ベルリップ引いてくれたら終われるんですよ。これ当たってくれてもいいよ。中段ベル、中、終わってもうたー。これ結構時間かかるんじゃない、もしかして。もうちょいですね、あと20ゲームぐらいで決まったチャンスゾーン。確定役だ。設定触るんだけどな、これ。10枚払い出しでビッグ、ビッグですこれ。終わりましたこれで。どっちだろう、両方あるんでしたっけ。赤、あ、親代じゃなかったでしたっけ。そうか、両方あるのか。207ゲーム、イグラシボーナス、追い戦なし、よかった。これで終わりです。1回は最低でも入るので、これで1回 RT 入るのでミッション達成と宿題なしです。9ゲーム、本日6回目の ART、 ついに貫通、これで宿題なしです。しかも私、日暮らしに対する恐怖症も治ったかも。おお、まだ続くマジか。すいません、まだ続いちゃった。すいません、もう終わっていいんですけど。さすがに終わるか。はい、終わりました、終了。はい、というわけで、私宿題なしで次回に挑みます。お疲れ様でした。YouTube で見れる充実のラインナップで配信、毎週火曜最新ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週水曜配信嵐の松本、毎週木曜配信魚拓と男性の土とすっぽんぽん、毎週金曜配信どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。
メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイト7TV